秩父本線は埼玉県羽生市の羽生駅と同県秩父市の三部口駅とを結ぶ秩父鉄道の鉄道路線である。より駅伊勢の三部口方面側は山間を走る路線となるが、トンネルは全線を通して一箇所も存在しない。本路線の名称は秩父本線だが、この名称は沿線住民には浸透しておらず、また秩父鉄道車内における 旅客営業路線が一路線のみであることから、本路線は秩父線あるいは秩父鉄道、いつ鉄と呼ばれ、親しまれている。このことから、秩父鉄道としても、利用者向けには、秩父本線に相当する部分を、秩父鉄道や秩父線と案内している。接続する東日本旅客鉄道や東武鉄道、西武鉄道などでも、秩父鉄道、または秩父線あるいは、 秩父鉄道線と案内される。なお、今でも一部の自社発行の記念ギップや看板等に、秩父電鉄の表記が見られる。秩父地方という一大観光、行楽地を抱えるため、ローカル輸送のほか観光輸送の比重も高い。普通列車に加え、急行、秩父路や蒸気機関車牽引列車、SL パレオエクスプレスが運転されている。全線通し運転の列車のほか、 熊谷駅や影森駅を、始発、終着駅とする列車も多く運転されている。秩父夜祭りや熊谷、内輪祭り、熊谷花火大会など、沿線のイベント開催時には、休行、普通列車問わず、臨時列車を多数運転し、輸送力を確保している。なお、秩父夜祭り開催中の12月3日19時頃から22時頃に、かけては、かさぼこ。 屋台の横断のために、お花畑駅付近の踏切の河川が外されるため、秩父駅影森駅間は運休となり、両駅から折り返し運転が行われる。ダイヤ改正の実施頻度は、JR 線や他の私鉄線のように毎年ではなく、数年に一度程度である。SL パレオエクスプレス、熊谷駅三部口駅間で1日1、往復運転される蒸気機関車。 C58363 県員の観光列車。1988年3月より運行を開始した。土休日の運転が中心であるが、土休日でも運転しない日がある。学校の長期休暇中や秋の行楽シーズンなどには、平日にも運転する日がある。SL の乗車には、普通乗車券のほか、 SL 指定席券が必要である。2019年までは指定席1両、自由席3両の設定だったが、2021年からは全車指定席で運行されている。2020年度は蒸気機関車 C58-363 の全般検査のため運休していたが、2021年2月13日に運転を再開した。 C58363 県員、パレオエクスプレス急行、秩父路の愛称がある。一部の区間を除いて急行券が必要で朝夕を中心に運転しており、速達サービスを提供している。使用車両は原則的に6000系だが、検査時には通勤系電車も使用されることがある。通勤系電車使用時には急行券は収受しない。基本的には、 ワンマン運転を実施しているが、秩父夜祭り号など、イベント開催時は、車掌が乗務することがある。種別表示は、ワンマン運転時は、ワンマン、車掌乗務時は、休行である。平日、と休日とも4往復が運転され、熊谷駅、影森駅間の列車が中心だが、土休日の下り2本の三部口駅まで運転される。 2021年3月13日のダイヤ改正をもって、羽生駅、熊谷駅間の設定がなくなった。普通、羽生駅、影森駅間では、毎時1の2本程度、影森駅、三部口駅間では、毎時1本程度の運行である。熊谷駅及び影森駅を境に運行本数が異なり、区間運転列車も、複数設定されている系統が分断されている。車両は、 三両編成の列車は五千系、七千系、七千五百系が区別なく使用され、二両編成の列車は七千八百系が使用される。また、西武鉄道からの直通列車もすべて普通列車である。こちらは四両編成となっている。すべての駅が有人駅で自動券売機が設置されており、運賃を駅で収受するため、一部列車を除きとし型。 ワンマン運転を行っている。現在在籍している電車の運転台両側には、客用ドアの開閉スイッチ、マスコンハンドルとブレーキハンドルの間に、自動放送装置の操作板が設置されており、運転士が座ったままもろもろの作業ができるようになっているが、進行右側の開閉スイッチについては安全面から使用されず、季節の車掌スイッチで開閉している。ただし、 西武鉄道からの直通列車には車掌が乗務するほか荷物輸送などを行う際にも車掌が乗務する。種別表示はワンマン運転時はワンマン、秩父鉄道の車両で車掌が乗務している列車と西武鉄道からの直通列車は確定である。2008年5月までの西武鉄道からの直通列車は普通を表示していた。過去の種別かつては準急も存在したが 現在は廃止されている。1985年3月改正までは、平日の通勤時間帯に設定され、朝は、影森駅始発の熊谷駅行き、夕方は熊谷駅始発の三部口駅行きだった。途中停車駅は、石原、無川、寄井、野上、三名の大野原から三部口までの各駅。1990年代に再設定された時の運転区間は、 熊谷駅、三部口駅間、途中停車駅は、石原、無川、正前田、寄井、野上、長皆野、大野原から三部口までの各駅で、原則として2000系で運転されていた。他社線との直通運転度休日のみ、西武鉄道からの直通列車もあり、半能駅から長瀞駅、三部口駅まで、休日に往復がそれぞれ運転される。 平日の運行は2021年3月13日のダイヤ改正をもって設定されなくなった。2020年3月8日まで、休日の2往復は池袋駅発着で、西武線内で、下りは快速急行上りは急行として運転されていた。また、2007年3月5日まで、長泥発着列車はこれより、先の寄り駅まで運転されていた。なお、 秩父夜祭り当日は直通列車は西部秩父駅発着になる。また、過去には東武鉄道や国鉄、JR 東日本からの直通列車も定期、または不定期で運行されていた。かつての列車名として以下のようなものがある。東武東上線からの直通列車は1992年4月1日に三峰、長、トロを最後に廃止された。また、 国鉄より引き継いだ JR 東日本の高崎線からの乗り入れも同日に行われる秩父夜祭り輸送を主眼とした2001年12月3日、運転の秩父夜祭りが最後になっている。なお、直通運転が途絶えた後も JR 東日本や東武鉄道との関係がなくなったわけではなく、パレオエクスプレス洋上機機関車の管理を JR 東日本で行っていたり、 口述の通り、羽生駅よりいい駅間を東武鉄道の改装列車が走ったりするなどの関係がある。JR 東日本小山車両センター所属の E231 系は、旧世代の115系、211系入線実績から行き先表示器に、三部口などの秩父鉄道の駅が設定されていたが、乗り入れ実績がないまま、湘南新宿ラインの設定に伴い、 使用行き先パターンが増えた際に入れ替えに削除された。貨物輸送は製品である、セメント輸送が全廃されるなど、長期低落傾向にはあるものの、秩父市にある、武甲山や、群馬県田野郡神那町にある、加納山で産出される良質な石灰石を運ぶための貨物輸送が続けられている。またセメント焼成燃料や焼却灰の搬入もあり、現在でもその、取扱高は、 日本の私鉄の中で上位に位置する。1970年代までは、秩父鉄道の鉄道収入のうち6から7割が、貨物輸送を占め、黒字を計上していたが、1980年代以降、セメント需要の減少や、貨物列車の乗り入れ先であった東武鉄道の貨物ヤードが1986年10月に貨物の取り扱いを廃止したため、 トラック輸送に切り替えられたことで赤字を計上した。貨物列車はかつて、産市尻線を経て、熊谷貨物ターミナル駅に乗り入れ、日本貨物鉄道によって、秩父鉄道街へと通じていたが、2020年9月末をもって運行を終了し、同年12月31日付で同線の産市尻駅、熊谷貨物ターミナル駅間が廃止されたことにより、 貨物列車が社外と連絡することはなくなった。公席列車は、影森駅部周原屋駅さんが知り駅間で設定されており、沖沖付百系20両編成による列車単位は1000トンに及ぶ。ダイヤ上は影森駅まで設定されているが、山林、加納山両鉱山の生産状況により末端部の運行ダイヤが日によって調整されるため、 午後の列車は、武州原屋駅で折り返すことが多い。また、熊谷貨物ターミナル向川駅武州原屋駅間で、燃料となる石炭や原料に加える焼却灰の輸送があったが、山尻の工場へ輸送するのであっても列車は、向川駅で折り返す。以上の取扱い貨物の違いにより、JR 貨物との連絡運輸区間は、武州原屋駅までとなっていた。その他、 東武鉄道の本線と東上線の車両の点配時や検査時などに、より駅、羽生駅間で車両改装が頻繁に行われている。この車両改装は、以前は主に秩父線仕様の ATS を搭載した東武鉄道の8000系電車の牽引で行われ、改装ながらも秩父鉄道最長の重量編成での運転が見られていたが、2011年頃から、 秩父鉄道の電気機関車で牽引することも多くなっている。また、東武鉄道の新車搬入も現在はすべて、熊谷貨物ターミナルから3が尻線、秩父本線経由で行われており、こちらは以前より電気機関車牽引となる。東上線へはより今で短期牽引東武本線へはハブ駅までプッシュプルで輸送する。二千十七年から二千二十年には、 東武線と直通している東京メトロ日比谷線1万3000系電車の輸送も行われた。使用機関車は出来100系、出来300系、出来500系の共通運用で、これらの形式による区別は一切なされていない。埼玉北部、秩父地域において重要な役割を果たす路線であるが、下記の通り、鉄道事業団体としては赤字で厳しい状況が続いている。 このことから埼玉県及び沿線市長より安全対策や利用促進など直接的な支援が行われている。秩父本線の輸送実績を可表に記す。貨物輸送量は中小施設としては多い方だが最近は減少している。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。表中、最高値を赤色で。 最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。なお、根拠資料における秩父鉄道の輸送実績であり、旅客輸送に関しては秩父本線の数値と一致するが、貨物輸送に関しては3が知り線内完結のものが含まれていると考えられる。秩父本線の営業成績を下表に記す。 貨物運輸収入の割合が高いが、減少が著しい。これに比べれば旅客運賃収入の変動は少ない。収入総合計画については増加した時期もあったが、最近では減少している。今柱、中、収入の単位は1000円。数値は年度での値。今柱、中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、 最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。なお、根拠資料における秩父鉄道の営業成績であり、3が知り専分が含まれていると考えられる。埼玉県統計年間より算出。単位、人。2021年現在、電車が19編成53両、電気機関車13両、客車が1編成4両、蒸気機関車1両、 貨車6両の計77両が在籍している。電車電車は1992年に300系が運行終了してからは他社から譲渡された車両のみで運用されている。また2014年3月23日をもって1000系電車が営業運転から離脱したため、同年4月時点で運行する自社所有の旅客用電車はすべて冷房付き車両となっている。 電気機関車貨物列車牽引、また、客車列車牽引、補機として運用されている。蒸気機関車、パレオエクスプレス牽引用として1988年に導入。客車、パレオエクスプレスその他、イベント列車に運用。貨車熊谷駅秩父駅間は、前身の上部鉄道によって開業し、秩父鉄道と解消後に、秩父駅三部口駅間が延長された。羽生駅、 熊谷駅間は、北武市鉄道によって開業し、秩父鉄道に合併され、当線の一部となった。全駅埼玉県内に所在。また、全駅が、有人駅である。ただし利用者数が少ない駅は、曜日によっては午前、または午後のみの営業となる場合や終日無人となる。場合があったり、利用者が多い駅であっても、早朝や夜間帯、及び昼間であっても、 駅業務の都合で駅員不在となったりすることがある大人普通旅客運賃2019年10月1日改定改札口に貼られている案内版ありがとうございます